メローガールズ初めて奈良県にやってまいりました。本日は奈良 D ソニックさんのイベントにお招きいただきありがとうございます。はい、ということで、ね、私たちも奈良県初めてということで、初めましての方も多いんじゃないかなと思いますので、自己紹介をさせていただきます。じゃあ端っこのはいあいあいから。はい、現役大学生、チワワ大好きな双葉愛です。よろしくお願いします。はい、カービィと空を飛びたいふわふわ界一のドラマーまひろです。はい、前髪の角度は90度、ダンス大好き、メイク大好き、20歳のゆいです。よろしくお願いします。ゆいちゃん。はい、ミントチョコ大好き、高校2年生16歳の木の崎ゆたです。ゆたちゃん。はい、メローガールズの清掃系かっこお笑い担当、高校2年生花です。よろしくお願いします。ゆたちゃん。はい、メローガールズ1の天才おちびちゃん、パンダ大好き、みゆです。お願いします。はい、皆さんも一緒にお願いします。みんなに届け、あやのスマイル。永遠の17歳の並みあやのです。23歳、最年長。わかりません。はい、メローガールズの最年少、最強ツインテール、中学1年生13歳のあずみんです。あずみん、お願いします。はい、ということで、ここで注意事項、まあそうやな、一応一応写真撮影は全然 OK なんですけれども、動画は、動画もね、うん、OK なんですけど、OK なんですけど BND っていう曲があるので、そちらの方でジャンジャンの動画とか写真とかたくさん、撮っていただけたら嬉しいです。そして SNS の方でもね、拡散の方していただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、まあちょっとここ、はい、ここ、はい、そうそう、ここあのなんかさ、寒いと思っててんやん、けどもう太陽さんのおかげであったかない、ね、今日めっちゃ春、いや晴れ女多いんちゃう、ここ晴れ女かな、だってさ、こうお肌出てるよってことどう、寒い、ちょっと暑い、どうどう、とっても寒いです。寒いかい。そうやんな、だってさ見てみ、これあんまり室内にやんか、そりゃそうやんな、そりゃ寒いやんな、あったかいけどあったかいけど、あったかいけど、あったかい、あったかい、あったかい、そうで、そう、それでさ、ここはどこですか。奈良。奈良初めて来たということで、うん、奈良といえば、いったさん、はい、なんかありますか、奈良といえば。奈良といえば鹿せんべい。あ、鹿せんべい、鹿せんべい、なんか渡したことある、お鹿さん、お鹿、お鹿、いや、まだ、渡せてないんですけど。渡せない、はい、じゃあちょっと、渡そうな。渡したいです。あと他なんかある、なんかある、シカは無理。違う違う違う、シカじゃなくて、奈良といえば、奈良って金魚みたいな、奈良といえば大仏、奈良の大仏、そうやな、大仏やな、え、大仏見たことある人、はい、あ、結構おる、はい、あるよ、え、みんなあるよ、みんなある、修学旅行、遠足で行った、なんか校外学習で、私あの奈良の校外学習だったんですけど、前日に風邪ひいて行けなくて、あ、残念、残念、次観光できます、奈良、ここね、はい、で、まあここ、なんだっけ、郡山城、郡山、なんか調べてみたら金魚が有名っていうのを聞いて、で、金魚、確かに金魚めっちゃ見るな、マンホールもさ、なあ、あ、いい、来るとき、な、金魚やったよな、そう金魚有名さんや、表札に金魚ついてるとかあった、金魚すくいとか、なんか思い出しちゃったって感じ、思い出しちゃった、わかるで、わかるで、金魚すくい楽しかったなって感じ。奈良もいろんなすごい有名なところとかあるのを、知って、なんかこれから私たちはメローガールズで初めてここ奈良のステージ立たせていただいたので、今度ね、もっともっとなんかいろんな、あの日本、いろんな日本、いろんな県、いろんな都道府県回って、なんかそのね、そこの有名なものとか、食べ物とかを知って、なんか自分たちも知識あの高めて、いろんなところでステージ立てたらいいなって思ってますので、これからもメローガールズよろしくお願いします。お願いします。それでは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、私たちちょっと今日ね、久しぶりの野外ライブだったんですけど、いつもはですね、定期公演というものを毎月やらせていただいておりまして、
定期公演メローガールズ最強かわいいボリューム3が来週の3月12日に南堀江ネイブさんにて開催します。イエーイ。よかったらね、メローガールズと検索していただいたら Twitter とか Instagram とか TikTok とかもやってますので、そちらの方のねリンク先に飛んでもらったらチケットもゲットできますので、よかったら私たちに会いに来てください。待ってまーす。はい、そして先ほど披露させていただいた曲ジャンピングという曲なんですけれども、サブスクの方で配信が3月2日かなにされました。イエーイ。ということで、さっきのねジャンピングもいろんな音楽のとこで聴けるのを役に立ったことで、たくさん聴いていただけたら嬉しいなと思ってます。お願いします。お願いします。はい、ここで私たちから宣伝の方をさせていただきます。先週この間か、はい、3月2日に私たちの YouTube 公式チャンネルにてメローガールズ VS ガールズクラスの大運動会の YouTube を公開させていただきました。はい、初めての試みでね、ミュージックビデオとか以外では初めての YouTube の投稿になるんですけれども、もうたくさん面白いところが詰まってて、ちょっとネタバレしちゃうと、最初にね学問と競争っていうのがあって、みんなで数学とか国語とかの問題を解いたねんけど、ちょっとなんか不思議な回答してるかな、もう2月なんて書いたりしたのかは YouTube で見てもらった。YouTube の方のね、チャンネル登録、高評価、コメント、無断転載のほどTikTok などにね、よかったら Twitter などにも切り抜きをして載せていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは最後の曲になってしまうんですけれども、はい、嬉しいよね、ありがとう、いい反応。それではメロガールズラストの曲に参りましょうか。はい、はい、移動してください。はい。はい、ラストの曲は動画写真撮影 OK になっていますので、たくさん SNS などに載せていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。 BND、はい。
場にてメローガールズステージは以上になります。はい、この後特典会もしますので私たちに直接会いに来てください。待ってます。それでは以上私たちメローガールズでした。